はい、どうもジャップルです。今回は買い物企画ということで、いつものように外に出てトイハントをするわけではなく、ここで室内でやっていきたいんですけれども、マンだらけの通販ですね。まあ、もう利用したことあるよっていう方とか、まあ、見たことあるっていう方も多いとは思うんですけれども、あそこはですね、まあ意外とアメトイの取り扱いが多くて、僕もよく利用しているんですけれども、中古品をね、やっぱ取り扱ってるんで、ヤフオクとかフリマアプリとかでも、見かけないような、ちょっと探してたやつとか、珍しいやつが意外と売ってたりすることが多いんですよね。まあ全国のマンだらけの店舗にある商品を買えるのと、あとは通販だけの商品っていうのがあるので、結構品揃えが多くて、よく利用させてもらっているので、今回はマンだらけ通販で商品をチェックしつつ、後日ね、何を買ったかっていうのをまた紹介していければなと思いますので、今からサイトの方を見ていきたいと思います。ということで、こちらがマンだらけの公式サイトのトップページですね。ここから日本語っていうところを押していただくと、こちらのページに移動します。で、今パソコンからやっていますけれども、スマートフォンだとスマートフォン専用のページが出てきますので、そちらからも利用可能です。ということで、この、ね、通信販売っていうところを押していただくと、通販サイトに移動します。これがマンだらけの公式通販サイト。とりあえずね、もうありとあらゆるものが売っていますので、ここから欲しいものをね、探していくわけなんですけれども、まあ一番手っ取り早いのはやはりキーワード検索で、例えばね、マーベルレジェンドが欲しかったら、検索していただくと、もうずらーっとね、商品が出てきますので、検索結果が1470件ということなんですけれども、これはね、売り切れ商品も含んだ数になっています。とりあえず今の検索の状態だと、すべての店舗の在庫が出てきてしまって、さらには、売り切れ商品も含んでいますので、今、在庫があるもののみ見たい場合は、横のカーソル真ん中ぐらいに売り切れの切り替えがあるので表示しないにしていただけたら、検索結果331件までね絞れましたので、これが今のところ在庫がある商品といった感じで、まあ、見やすくなるかなと思います。本当にね、古いものから新しいものまでいろいろ売っていまして、こんな感じでビルドフィギュアのね完成品なんかも発売してたりするので、本当にレアなものとかも結構ね見つかったりするんじゃないかなと思います。今検索で探しましたが、とりあえずアメトイをもういろいろ見たいっていう場合は、ここのねジャンルのところからトイ、そしてアメトイというねジャンルがしっかりありますので、ここを押していただくとずらっとアメトイすべて、全店舗のすべてのアメトイが出てくると。もちろん通販にね出してないものもあるっぽいですね。店舗にはあるけど通販では見ないものとかもあるとは思うんですけれども、この状態だと8万件ぐらい出てきてしまうので、また先ほどのように、売り切れは除外して、それでも1万件出てきてしまいますね。まあ、こんな感じで見ていくと本当にね珍しいものが不意に出てきたり、こういうねスパイダーマンクラシックスのね懐かしいフィギュアとかを、ネカのプレデターシリーズのマチコありますね。しかも値段安、5000円もっとすると思いますね、普通に買ったら。で、発送店舗っていうところが、この商品が実際置いてある店舗なんですけれども、中野スペシャル5というところなので、中野ブロードウェイの、ね、店舗。スペシャル5はアメトイ専門の店舗になっているので、ここが多分アメトイの品揃えは一番多いと思いますが、これはもちろんその店舗にも並んでいるので、カートに入れて購入できたとしても、後に在庫確認が行われて、在庫がないっていう場合もあるみたいです。なので、まあタイミング的にね、売れてしまうとかはどうやらあるみたいですね。といった感じで探していくんですけれども、まあここをね、1万件全部見るのはなかなか厳しいですよね。で、注意してほしいのが、例えば先ほどのマチコが、じゃあ欲しいとなって、中野店から買う。で、他にも欲しいものが、例えばですけれども、でこのマフェックスのマイルズが欲しいってなったら、じゃこの2つ買おうってなると、これ渋谷店から出ているんですけれども、中野店と渋谷店から買ってしまうと、別々で送料発生しますので、注意してください。ですが、
ちょっとトップページに戻りますけれども、送料無料キャンペーンっていうのが結構よくこれやっていて、多分常にやってるのかな、やってないタイミングを見たことがないんですけれども、ウェブ通販で1万以上お買い上げのお客様は送料無料ということで、1万以上だと100サイズ箱1箱分送料無料なので、この箱に入る分の商品だったら送料がかからないっていうことなので、まあ、同じ店舗でまとめて買った方がいいとは思います。このキャンペーンは同じ店舗に限ることなので、別々の店舗でいろいろ買ってしまうとそれぞれに送料かかってしまいますので、気になった店舗を見つけたら、例えばマチコこれ買いたいっていう場合は中野店なので、ここの横のカーソルで店舗を絞ることができるので、中野店のみに限定して、まあ、マチコが例えばね5000円だったので、あと5000円分何か探してみるとかっていう買い方を僕はよくしますね。で、まあ結局いろいろ見てたら、とっくに1万円以上、まあ全然超えた額で購入してしまうことの方が多いんですけれども、まあ、本当にね、店舗でウィンドウショッピングしてるような感覚で、ずらっとね、商品見れるので楽しいですね。そして僕がよく利用するのが、ここの店舗の中の一番上にあるサーラっていうところなんですけれども、サーラは、他の店舗と違って実店舗なしの通販専用店舗になっています、通販の販売と買取のみっていうことらしいですね。なので商品、例えばなんですけど、ここですね、商品情報のとこ、在庫ありますって書いてありますよね。ですが他の実店舗を見てみると、まあ何でもいいんですけれども、商品情報在庫確認しますになっているんですよね。まあ、先ほど言った通り、実店舗だと、商品がね、その店舗の方に並んでいますので、タイミングで売り切れてしまっていることがあるので、カートに入れることができても、在庫確認後にやはり売り切れてしまっていましたっていう状態になることがありますが、サーラに関しては、在庫ありになっているものは、しっかりもう通販専用なので在庫が残っていますので、まあ、購入が確実というか、在庫確認を待たずともしっかり購入できるっていう意味で結構使いやすいかなと思っております。なので僕は多分一番サーラで買うことが多いかな。で、まあ商品数もねめちゃくちゃ多いですね。アメトイだけでも6000件ぐらい出てくるので、単純に普通に欲しいものが結構あるっていうことでサーラを利用することが多いかなと思います。いや、すごいですよね。単純にほんとね、何でもあるんで、あとはこういうね、スターウォーズのベーシックフィギュアとかめちゃめちゃ安いので、まあ先ほど言った送料合わせでプラスアルファ、そういうのを買ったりすることもありますね。あとは、もちろんですが、アメトイ以外もいろいろあるので、まああと数百円、ちょっと送料かかるぐらいだったら何か買いたいなっていう時、僕はよくね、この食玩コーナーで、まあ、あの怪獣系も集めてるので、例えばガメラとかにしたらこんな感じでね、懐かしい食玩とかも結構出てきて500円とかで、ね、買えたりするので、こういうところでプラスアルファ何か買ったりすることもありますね。あとはあのもちろんマンだらけなのでコミックとかね、漫画が売っていますので、アメコミの翻訳本ですね、そういったものもたくさん売っています。今は亡きビレッジブックスですね、出版社が亡くなってしまったので、かなりプレミア価格になっているようなアメコミも多いんですけれども、やはりマンダラケということで品揃えはかなりいいですね。超レアなコミックとかも普通に売ってたりとか、もう店舗ではねなかなか見かけないような、中古のねブックオフとかでも見つからないようなコミックも、マンダラケの通販だったら買えるっていうこともありますので、結構ここでフィギュアと一緒にコミックを買うなんてことも多いですね。シークレットウォーズね、新しい方のやつ今プレミア価格になっているので 17,600 円ですが、まあ相場の確認に使ったりとかもしやすいかなと思います。買う買わないは別としてね。あ、デアデビルボーンアゲインね、こんな高いんですね。今めちゃくちゃ高くなってますね。という感じでいろいろ商品をね見るだけで楽しいんじゃないかなと思います。といった感じで、今回はサーラの店舗の方から何点か購入していこうと思います。少しね欲しいものも見つかりましたので、
もうちょっといろいろ見て回ろうかなと思います。まあ、せっかくなんでね、買い逃しがあったら嫌なので、いろいろチェックしていくんですけれども、一応その先ほど言った通り、サーラの方は在庫がある商品であれば、注文が確定してからお会計して、割とすぐ発送されるんですけれども、実店舗の商品だと、注文が確定してからその在庫確認がね、ありますので、それにイメージ的に 2,3 日ぐらいかかるのかな。でその後お会計になって決算があってからの発送なので、サーラの方が発送自体はね早いと思います。実店舗は少し時間がかかるかなといった印象だったかなと記憶していますね。はい、という感じで、また後ほど購入したものをご紹介していきますので、一旦ここで終わろうと思います。はい、ということで、あれから注文して、ね、1週間ぐらいでこちらの荷物届きました。まあ、住んでる地域とかにもよると思いますが、そんなに、すごい時間がかかるとかではないと思います。で、1万円以上買いましたので、このでかい段ボールで、ぎっしり、ね、詰め込んで送ってくれています。今回ね、かなり細々といろいろ購入したんですけれども、まあ、ちょっと今からこの購入品ご紹介していこうと思います。こんな感じでかなりぎっしり入っているんですけれども、まずこちらから見ていきます。いきなりアメトイではないんですけれども、こちらがですね、ウルトラマンシリーズコレクタブルソフビフィギュアのメトロン星人。なんかこれかなり昔のプライズのバンプレストのね、景品なんですけれども、僕メトロン星人すごい好き でこれソフビなんですよね。でこの時代のやつ異常にクオリティが高くてちょっと欲しかったやつなんですけれども、まあなかなかねリサイクルショップとかでも今は見かけませんが、マンダラケ通販でしたら、まあ、検索したら出てきたということで今回一緒に購入した感じです。続いてこちらまたアメトイじゃないんですけれども、ゲゲゲのしげる妖怪絵巻ということで、これも結構古い食玩ですね。カバヤから昔出てたねものなんですけれども、箱付きで1000円ですね。まあ、そんな安くはないんですけど、一応開いてますが中は未開封ということで、1番の鬼太郎ですね、これ欲しかったんですよね。そしてこの箱のこの小窓から数字がね見える、この昔のスタイルの食玩めっちゃいいですよね。箱付きで、まあ、未使用ということでね、ちょっとこれも購入しました。続いてこちらですね。いやまたアメトイじゃねえじゃねえかよっていう話なんですけれども、まずこのリアルザガメラっていうのは自分用じゃなくて、あの友人のヒロアケッチ君にあげるやつです。ちょっとこの間ねいろいろプレゼントをいただいて、生配信でちょっと開封したんですけれども、そのお返しで彼にあげるやつで、こちらが自分用、これがガメラガッパギララ特撮大百科バージョン2ということで、ダイエーのねいろんな、特撮作品のフィギュアが入ってる食玩なんですけれども、今回は買ったのが普通にねめっちゃ欲しかったやつで、これですね、ガメラ2に登場した総体ですね。これのフィギュア立体物ってかなり珍しいなと思って欲しかったんですけれども、いくらだったかな、700円で購入できました。ということで、ここからはアメトイになっていくかな、多分ちょっとそちらを続けて見ていきます。続いてこちら、今回のねお目当ての一つだったのがこちらなんですけれども、これは何かというと、1970年代にアメリカのセブンイレブンで配られていたマーベルのプラスチックマグカップなんですよね。めちゃくちゃ珍しいと思います。僕こういうアメリカの映画とかコミックのプラマグ好きで何個か持ってるんですけど、このマーベルのねセブンイレブンのやつの存在は知っていましたが、なかなか売っているところに巡り合わなかったので入手できていなかったんですけれども、今回ねマンダラケのサーラ店になんかこれが異常にいっぱい入荷していて、購入させていただきました。1個1000円ぐらいで、まあ、状態はねこのスパイダーマンの方がちょっと汚いんですけど、デアデビルの方は割と綺麗ですね。
で、こういうのね、ヴィンテージの雑貨屋さんとかで買うとめっちゃ高かったりするので、まあ、意外な穴場だなと思いました。オークションとかでもめったに見かけませんのでね。まあ、言ってほんと、デアデビルが、75年、スパイダーマンが77年ということで相当古いので、まあ本当に売っているのが奇跡みたいな感じですよね。なので結構ね、マンだらけで発見できるとは思わなかったので、めちゃくちゃこれはテンション上がりましたね。最高です。続いてこちらですね。これがですね、トイビズから昔出ていた、マーベルのプラモデルシリーズ、モデルキットって書いてあるんですけれども、のゴーストライダー。これもヒロアケッチ君にあげるプレゼントですね。これはね、喜ぶと思います。彼ゴーストライダーめちゃくちゃ好きなので、特にこのダンケッチ版のね、ゴーストライダーめっちゃ好きなので。これもね、たまに見かけることありましたけど、まあ、めったに売ってないですよね。昔、96年頃に確か出てた商品だったと思うんですけれども、まあ、こんな感じのね、ラインナップになっていて、まあ、ヒロアケッチ君ね、プラモデル作ったり、塗装したりするの得意なので、まあ、いい感じにきっと仕上げてくれるだろうということで、ちょっとこれは彼にプレゼントしたいと思います。続いてこちら、G.I. ジョークラシファイドシリーズのレコンドですね。最近ね、ちょこちょこ G.I. ジョーフィギュア買ってまして、また久々に、開封動画なんて撮りたいなと思っていたところで、このね、レコンド発見したんで購入したんですけど、もともとね、このキャラクター前から欲しくて、で日本だと GI 上あんま売ってないじゃないですか。アメトイショップとかでね、買ってもやっぱ5000円以上とかどうしてもしてしまうので、今回4000円で未開封で、ね、購入できたので、これは嬉しいですね。続いてまた GI 上クラシファイドシリーズからスネークアイズとティンバーっていうこの狼の2パックセット。これね、普通に前からこれも欲しかったやつなんですよね。偶然このタイミングで発見してしまって、値段は7000円なので、まあ、安くはないんですけど、まあ、普通ぐらいだと思います。まあ、日本であんま売ってないのと、輸入して買ったら多分送料含めてこれ以上してしまうと思うので、まあ、今回ね、ついでに買ってみた感じですね。この狼が黒いバージョンとかも確か出てたんですけど、こっちバージョンがもともと欲しくて、やっと買えたといった感じ。でまあ、G.I. ジョーといえばね、スネークアイズが代表的なキャラクターなので、一体欲しかったのでね、今回やっとゲットできたといった感じですね。まあなので G.I. ジョー結構集まってきたので、また今度ね、開封動画撮ろうと思います。で、こちらが最後ですね、やっと出てきたマーベルレジェンドのアイアンハート。これがね、開封品なんですけど、3000円ですね。アイアンハートもずっと前から欲しかったんですけど、なかなかね、購入するタイミングがなくて、まあ、できれば3000円ぐらいで買いたいなと思っていたので、まあ、今回ね、やっと購入したといった感じです。まあ、最近アイアンマン系のフィギュアを結構集めてるので、まあ、その一環としてね、一緒に置きたいなと思って購入しました。ということで買ったものはこれで全部ですね。はい、ということで今回は実際の店舗ではなく通販のマンだらけでトイハントしてみるというちょっと変わった企画をやっていきましたが、まあ、僕みたいに地方に住んでる人間からすると通販でこうやっていろいろ買えるのはありがたいですよね。マンだらけもね、店舗数がめちゃくちゃ多いわけではなく基本都心部の方ですので、まあ、僕も旅行行った時とかちょっと遠征した際にね立ち寄ったりするぐらいなのでしょっちゅう行くことはできませんので、まあ、通販で実店舗のものが買えたりとか、いろんなねレアものが買えるっていうのは非常にありがたいなぁと思います。ですのでね、利用したことがない方とかもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。まあなんだかんだね、ああいう感じでトイハントブラショ気分でいろいろ見ていて気になったものをカートに入れてるとあっという間に1万円ぐらいはいくと思いますので、まあこんな感じでね、余計なものを含めちょこちょこ買ってみるのも、まあなかなか遠征行けない方とかは、気分転換になるんじゃないかなと思います。でまあアメトイも今回、見ていって以外に購入した以外にもネカとかマクファーレントイズとかね、結構いろいろあると思いますので、まあ、実店舗に並んでいるものはタイミングでレア物とかを売り切れてしまうことが多いんですけれども、まあ、思いがけないものに、ね、出会ったりもできると思いますので、ぜひ参考になるかなと思いますのでチェックしてみてください。でまた大阪に
行く予定がちょっとありますので、その際はね、実店舗の方でトイハントをしてこようと思いますので、また撮影できたらね、そういった動画も上げていこうと思います。こういったね、トイハント動画とか、アメトイ好きな方はぜひチャンネル登録、高評価の方お願いいたします。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ジャップルでした。